卓球バレーとは、10、10度の身体障害者向けのスポーツである。名前の通り、基本的なルールは、卓球とバレーボールを合成したものであり、卓球のようにラケットでボールを打ち合うが、卓球台を多数のメンバーで囲み、相手の打球を3回以内で、相手エリアに返すということや、タッチネットオーバーネットドリブルなどが、バレーボールのルールより採用されている。 卓球ともバレーボールとも大きく違う点は3点。卓球台中央に貼られたネットと使用するボールラケットである。通常、卓球のネットは卓球台との隙間はないが、東京技では台とネットの間にボールが通るよう隙間を設けるために通常より高くセットし、ボールはネットの下をゴロで転がす形で打ち合うのが基本である。使用球は、 サウンドテーブルテニスの使用球を流用しているが、音が出るという目的ではなく球が弾まないよう、重くするのが目的である。ラケットは、通常の卓球のような楕円型はしておらず、長方形のラバーを貼らない板で卓球台を滑らせる、形で使用する。握りにくい選手への配慮での加工や、伸縮包帯などでの固定はか、最大の特徴は、車椅子もしくは椅子に座って、 競技をすることであり、逆に立ち上がったり椅子を移動させてしまうことは、ファウルであり、この意味で、健常者も障害者もイーブンで参加できるスポーツと、言える。1974年頃に、日本で発症したスポーツ。そもそもは、近畿地方の筋ジ,ジストロフィ患者の養護学校での、スポーツ教育が発症である。ありがとうございます。